3、2、1、アクション。こんにちは、ヤスさんです。 Google Earth を使って GPS アートを作っています。2008年でした。彼女にサプライズメッセージを送るために日本列島を旅するというアイデアで動いていました。 Google Earth でコースを考えて、それから仕事を辞めて出発しました。そんなに東京から外に出たことがなかったので、本の中でしか知ることのなかったいろんなことがこので知ることができました。食事は充実してました。ちょっと贅沢かなって思いますね。夜は車で野宿をしました。大雨とか雪とか地震とかあったんですけれども、諦めることはありませんでした。リラックスできることもありました。この旅が終わりました。 Google Earth に GPS データをアップロードして、彼女にサプライズメッセージを見せました。いつも私を置いてどこ行ってるのって思ってたけど、もちろんはいと答えました。悲しい。悲しい。